これでみんな揃った。あとは最後のメモリアへの冒険だけね。よっ、やっと私も皆さんと共に冒険に行けるのですね。でもリムの体力がちゃんと回復してからだぞ。疲れてるようだったら今日はダメだからな。わかった、とにかくアディオの家に戻ろう。あ、見てください、リムさん、あちらにいますよ。ああ、ドレスローザ素敵な名前ね。まあそこも大変な国なんだけどな。準備 OK よ、いつでも行けるわ。よし行くぞ。お前らリム、海原を埋め尽くす大円か。天空から見下ろせばさぞ絶景だろうぜ。さあ始めようか。なるほど。どういうこと？最後の仲間が合流し、ついに揃った麦わらの一味。炎の巨像も退け、奪われたすべてのキューブを取り返した。最後に挑むは、動乱の国。凶悪な七部会が彼らを翻弄する。自称、騒乱の王国。ドレスローザの戦い。俺はずっとあんたに礼が言いたかった。ありがとう。なっているの。街の中はひどい状態ね。空を覆ってるあれは何？鳥かごよ。この国の象徴のようなもの。ドレスローザってことはまたあいつらと戦うことになるんだよな。あいつら？この国にはドン・キホーテファミリーっていうおっかねえ奴らがいて、現実世界ではそいつらとの戦いになっちまったんだ。私、サンジ君、チョッパー、ブルックの4人は途中で離れたんだけど、かなり激しい戦いだったみたい。ここでの結末はどうなったの？あん時は俺がドフラミンゴをぶっ飛ばした。じゃあ決まりね。そのドフラミンゴを倒しに行きましょう。レッツゴー。ノリが軽すぎるわ。
マリンフォードの事件で自分たちの力を知った一味はそれぞれに力をつけ2年後に最終決を果たした。道中海賊のトラファルガー・ローと同盟を組んだルフィは王家七部会ドン・キホーテ・ド・フラミンゴが統治するドレスローザ王国に到着した。ここでド・フラミンゴに連れ去られたローの奪還に動き出したルフィだが、その最中国に渦巻く闇を知りド・フラミンゴの討伐を決意する。そしてついに麦わらの一味はドレスローザ王国の闇を国中に暴くことに成功。怒れるド・フラミンゴは全てを葬り去るため鳥かごなる大技を発動したのだった。ということは、ドフラミンゴがやったの？いや、建物とかが崩れてるのはドン・キポーテファミリーの幹部がやったんだ。みんなの家を壊すなんて、ドフラミンゴ以外にも悪い人がいるのね。なあなあ、まずいまずい、そんなことって。国王とフラミンゴを信じてたのに。ひどいわ、私たちずっと騙されていたのね。そんな嘘だろう。10年前のあの事件も奴らが仕組んだことだったなんて。平和を愛していたかつての王を極悪人に仕立て上げ、それを倒して英雄になることで国を乗っ取っていたなんて。今の話って。ええ、似ているでしょ、あの時のアラバスタの状況と。ドレスローザでもあれと似たようなことが起こる。ドフラミンゴの野郎は10年前にまんまとやり遂げやがったのさ。けどそいつはすでに明るみになってるみてえだな。道理で鳥籠が発動されてるわけだぜ。どういうこと？あいつは全てをもみ消すつもりなんだ。
この国の真実が漏れる前に島中の人間を皆殺しにすることでな。ひどい。大丈夫だ、そんなこと俺たちがさせねえ。ドレスローザの国民たち、および逆人たち。真実を知り、俺を殺してえと思うやつもさぞ多かろう。だからゲームを用意した。この俺を殺すゲームだ。俺は王宮にいる。逃げも隠れもしない。この命を取れれば、当然ここでゲームセットだ。もう一つだけゲームを終わらせる方法がある。今から俺が名前を挙げる奴ら全員の首を君らが取った場合だ。リンゴのやつ何言ってんだ。忘れたのかルフィ、俺たち懸賞金をかけられたんだよ。見ろ、こいつらこそがドレスローザの受刑者たちだ。国のため、仲間のため、家族のためだ。遠慮しねえでぶっ殺してやれ。この国の全員がハンターだ。よし、ドフラミンゴのいる王宮に向かいましょう。鳥かごが閉じる前に蹴りをつけねえとな。鳥かごが閉じる前に蹴りをつけねえとな。よし、急ぐぞ。気づかなくて当然さ。おもちゃにされた人間の記憶は人々から失われる。気づけって方が無理ってもんさ。人がおもちゃにされた。ああ、
ドン・キホーテファミリーの幹部、シュガーってやつの能力だ。おもちゃに変えられた人たちは、昼は人々を楽しませるおもちゃとして過ごし、夜は闇取引を行うための交易口で、誰にも知られることなく働かされ続けていたのよ。そしてそのシュガーを見事に倒し、みんなを元の人間に戻したのがこの俺ってわけだ。本当に？おいおい、疑ってんのか？今の話は本当よ。その証拠にウソップには私たちの中で一番高い5億もの懸賞金がかけられているわ。そう、ウソップって実はすごかったのね。実はって、あのな、こんだけ一緒に冒険してきてそれはねえだろう。この岩山、新しくできた王の大地みてえだな。おや、何かありますよ。あれはリフトでしょうか。お、腕が鳴るな。
こいつがこの王の大地へ上がるリフトか。びくともしねえな。鍵もかかってんのか。厄介だな。王家の門が刻まれてる。王族なら何か知ってそうね。王族か。俺たちが話せそうなのはレベッカだな。ルフィ、レベッカに会いにコロシアムに行こう。ああ、わかった。ねえ、待って。レベッカって？弁当を3つもおごってくれた。いいやつだ。いや、それじゃわからねえだろう、ルフィ。レベッカはドフラミンゴの策略で国を追われた戦王の孫だ。捕まってコロシアムの剣闘士にされちまったのさ。それに今は私たちと同じく懸賞金をかけられているわ。大変。それじゃ早くそのコロシアムって場所に行かないと。お？さっぱりわからねえ。ということは、前にコロシアムに行ったとき行くぞ。通ったのかな。よし。海兵が一般人に武器を向けんのかよ。違う。体が勝手に。うわー、ダメだ。自分じゃ止められねえ。まさか操られてるってのか。やめて、撃たないで。くそ、レディーが危ねえ。行くぞお前ら。みんな行けるよな。刀がうずく。そっちか。邪魔だ。これはそこまで。こう。今がちゃっと。どうだ。だ。全員力を取り戻せた。ございました。何、礼はいいって。それよりレディ、怪我はなかったかい？はい。しかし一体どういうことなんですか。この海兵さん、自分の意思ではなかったようですが。ドフラミンゴの糸だ。あいつが町中の人を操ってんだ。ええ、この海兵さんだけじゃなく何人もね。大勢の人を糸で操って危機を煽り、助かりたければ懸賞首を彼と促す。それがドフラミンゴの狙いなのよ。あの野郎、ろくでもねえことを考えやがるな。ねえ、このままだとレベッカが。ああ、こいつは急いだ方がいいな。おそらくだが、この道をまっすぐ進めばコロシアムに着くはずだ。よし、みんな行こう。
俺がぶっ飛ばしてやる。フルパワーでいくぞ。さて、行くわよ。肩慣らしと行くか。三刀1080ポンド。来るなら迎え撃つだけよ。ミルフルギガンテスコマーのスタンプ。みんなで力を合わせるんだ。トーンくらえ。どうだ。腕が鳴るぜ。気分が。まずい。みんなは俺が助けるんだ。どけ。これだ。私の番ね。今行こう。はっ、こう。くそ。これでどう。まずい。ハンマー。くそ。俺の番だな。どけ。体が言うことを聞かねえ。気分が悪いぜ。私が必要ってことね。やっ、こんな。ちょっと痛いよ。来るなら、これでどう。くそ。行くぞ。なに、や、えい。まずい。俺の出番。行くぞ。邪魔で。あなたたち、か、任せて。ゴー。くっそ。おい、お前。これでおしまいね。この道に見覚えはある？おう、思い出してきた。この試合ちょっとワクワクしてきたぞ。狙うならあっちにしなさいよ。
人10万よ。シーアウパンチ。やりやがったな。それ行くぞ！フランク・ラディカルフィー！やったな！刀がうずく。大丈夫、これでみんな直せる。ああ、まだまだ毒か。よし、俺様に任せる。シーアウパンチ。ド派手にぶっ放す。ダメか。行くぞ。どうだ。何がどうなってる。うわ、気持ち悪い。そこをどきやがれ。やっと俺の出番か。なんかこんなところでこ。本当に合ってんのか。ゾロは口出ししちゃダメ、方向音痴なんだから。よっ、リムさんは分かっていらっしゃいますね。見えたぞ、コロシアムだ。
きな建物、あの中にレベッカがいるのね。おう、多分な。この辺も大変なことになってるみたいだな。さすがに大会は終わってるか。どうせなら俺も出てみたかったんだが。大会？なあ、このコロシアムで行われたエースのメラメラの実が優勝賞品になった大会だ。エースってあのエース？ルフィのお兄さんの？まあな。だからルフィもルーシーって姫を使ってその大会に出場したんだが。サボが来てメラメラの実を食うって言うから途中で入れ替わったんだ。死んだはずのサボが現れた時はすげえ驚いたけどな。サボ？また知らない人の名前ね。その人は誰？結局メラメラの実はどうなったの？リム、悪いけど話はそこまでよ。早くレベッカを探さないと。あ、そうだったわ。コロシアムの入り口はどこにあるの？それならこの道を進めばあるはずだ。よし、みんな行こう。行くぞ。やってやるぜ。よし。さて、よし。降りちまってるな。これじゃ入れねえぞ。ルーイ、
中に誰かいねえのか、反応がねえな。ここにそのレベッカちゃんがいるんじゃなかったのか。おかしいな、ここにいると思ったんだけどな。まずはこの辺りを探してみましょう。あまり遠くへは行ってないはずよ。なかなかやるわよ。私が必要ってことね。一刀流よし、ヒッソンソン、ウィーハードエルボー。私の番のようね。オチエンタフルクロトワマーノ。なめないでね、こう見えてなかなかやるわよ。よし任せろ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットバザーカー。これで元気になるぞ。助かった、チョッパー。ウィーハードエルボー。ジュニー、ゴムゴムのレッドホーク。ウィーハー。刀がうずく。一刀流よし、ヒッソンソン。これは気を抜けなそうな相手ね。オチエンタフルクロトワマーノ。やっと俺の出番か。今行く。思い出せ、なんで俺があんな目に。ヘルメモリウィードリア。俺がキリがキリ届け。これはそこまで。これでどう。波動エルボー。まだまだがなってねえよ。ウィーハハハ。俺はまだピンピンしてるぜ、麦わら。あれだけ殴ったのが効いてねえってのか。クソ頑丈なやつだ。悪魔の実の能力は俺が奪ってやる。
お前が本当に欲しいのはこれだろ、バージェス。てめえは！弟とその仲間に手を出すな。サボ！みんな、いっぺんに行くぞ！ギアセカンドゴムゴムのジェットバザーカー！波動エルボー！そんな…おい、お前、おろしちまうぞ。思い出せ。なんで俺があんな目に。ヘルプメモリー。一刀流よし。ヒッソンソン。決着をつけよう。竜爪剣、竜の勇気。死ぬか、麦わら。よし、交代だ。ゴムゴムのレッドホーク波動エルボー。やるな。きっちり型をつけるとするか。一刀流よし。ヒッソンソン。仲間の力を見せてやる。大丈夫、これでみんな直せる。ありがとう。ちょよっと。ウィーン。思い出せ。あんな目に。ヘルメモリー。波動エルボー。なかなかやるな。ゴムゴムのレッドホーク。一刀流よし。ヒッソンソン。やるな、ルフィ。俺が構わねえ。それが一番だ。マリモのやつには負けねえ。もう力がよっ。私にサボ、一緒に戦ってくれてありがとな。気にするな。あ、レベッカ、ちょうどいい。お前に用があったんだ。え、その声、あなたもしかしてルーシー？ちょっと手伝ってほしいんだ。一緒に来てくれよ。ええ、でもどこに。あそこでミンゴが待ってる。上に登るために鍵が必要なの、レベッカ。鳥かごが閉まる前にミンゴのやつをぶっ飛ばさねえと。逃げたか。以降ルフィのバックには俺がついてる。よく覚えとけ。あなたもルフィのお兄さんなの？お前、エースのことも知ってるのか？ええ、あの戦場でルフィと一緒に戦ってる姿を見たわ。そうか、あいつは強かっただろう？すごく強かったわ。押し寄せる海軍の人たちを次々倒していた。それは見たかったな。それにしても、3人ともあんまり似てないのね。俺たちは義兄弟だからな。ん？まあでも、そんなことはどうでもいい。あいつは弟で、俺たちは兄。ルフィもエースも、俺の大事な家族だ。エースにはエースの、ルフィにはルフィの冒険がある。俺はそれに口を出さないが、もし俺に助けを求めるなら、
世界のどこにいても駆けつける。そう。悪いな。